皆さんこんにちは、高井隆志、岡山選挙区から参議院選挙に立候補の決意をいたしました。私は、元々の仕事が総務省という公務員でした。まあ、子供の頃に、官僚たちの夏という、城山三郎さんの小説を読んで、まあ、国家国民の皆さんのために、まさに寝食を忘れて働く官僚たちの姿を見て、なんてやりがいのあるかっこいい仕事なんだろうと思って、公務員を目指し、そして公務員になりました。まあ、しかし実際小説と現実は違っていました。私が総務省で働いた時にはもう官僚の皆さんも志を忘れていた。しかしそれはやはり政治がもっとしっかりしなければいけない、そう気づいたんです。ですから私は政治家を志し、そして4年前の衆議院選挙で初当選をして、3年3ヶ月民主党の国会議員として働かせていただきました。思いはあったんですけれども実現できないことがたくさんありました。今回、昨年の衆議院選挙で敗れて、浪人していたんですけれども、今回の参議院選挙大変重要な選挙であると、今安倍政権は高い支持率です。しかし、社会保障の改革、あるいは国会議員の定数削減、国民の皆さんに対して行った約束が守られていません。また自民党そのものは政官業の癒着であったり、あるいは税金の無駄遣いをする、その体質は今の昔のままであります。こうした自民党政権に一定の歯止めをかける、そのために私はこの岡山選挙区、全国で31ある一人区、今全て自民党が勝つかもしれないと言われている中で、何としても歯止めをかけなければという思いで立候補をいたしました。そして私はもう一つ、この岡山というものをやっぱり新しく変えていきたいと思っています。昨年4期16年知事を務めた方が引退をされた、その方が今回自民党の公認候補であります。新しい知事は若返りました。県内の市町村長も若返りました。こうした若い力でこれから新しい岡山を作っていく、私が得意とする IT で、環境先進圏、世界のモデルとなるような環境先進圏を作っていく、そしてそれを脱原発にもつなげていく、そのことが私高井隆志の目標であります。どうぞよろしくお願いいたします。